間ぴったり。空港で待ち合わせなんて、今から2人で旅行に行くみたいだね。なんて、実際はライブなんだけど。え？キャビンアテンダントさんの衣装でライブをするのかですか？違いますよ。今日は空をテーマにした衣装でライブするんです。この衣装はおまけというか、なんというか、空港でライブって聞いて、それならキャビンアテンダントだよねって思って、つい作っちゃったんです。作ってから新曲のイメージが空って聞いて、それならやっぱり空をテーマにした衣装がいいなって。先走りすぎちゃった。ところで、この衣装って目立ちますか？さっきからチラチラ見られてるような気が。え？本物のキャビンアテンダントさんに間違われてる？それはないよ。だって私たちまだ高校生だし、社会人にはとても。はっ、あそこエリちゃんが道を聞かれてる。やっぱりこの衣装紛らわしいかもですね。